皆さん、こんばんは。広瀬優です。今回は久しぶりに本の紹介をしようと思います。話題は花粉症についてです。花粉症の方は最近いかがですか？辛い思いはされていませんか？今や4人に1人が苦しんでいるという国民病とも言われる花粉症なんですけども、多くの治療法や治療薬が存在していますよね。ですが、それらは、あくまでも対処療法なので、完全には治りませんよね。ですが、今回、この本、じゃじゃん、花粉症は1週間で治る、溝口徹先生の本を読んでみました。このタイトル、マジで？と思いません？花粉症って1週間治っちゃうの？どういうこと？って思う方もたくさんいると思いますので、詳しく説明すると、この本の著者溝口徹先生は昔は、重度の花粉症だったんですって。で、今お伝えするメソッドで完治されたそうです。ではその栄養療法というのがオーソモレキュラー療法です。具体的に言いますと、血液検査を行うことで人それぞれの体内栄養状態を分析して、その人に合った食事指導やサプリメントの処方を行うことで根本的な治療を行うという画期的な治療方法だそうです。では皆さんに問題です。花粉症治療において、重要な鍵を握っているものは何だと思いますか？ヒントは体の中の一部にあります。さあ何でしょう？チクタクチクタクチクタク。分かるかな？はい、正解はここ腸なんです。腸のバリア機能が低下すると花粉症だけでなくアトピーやその他アレルギーの症状が出やすくなってしまうんだそうです。で、花粉症の方のほとんどは今年こそ花粉症を克服したいですよね。その方たちのためにこの、著者、溝口先生がこの本の中で詳しくアドバイスをしてくださっています。例えば花粉症を克服するために大切な栄養素であるビタミン D にスポットを当てて、どのような働きがあってどのくらい摂取したらいいのかとか、食生活はどうしたらいいのかとか、詳しく説明してありました。で、ビタミン D には風邪や認知症の予防効果、あとはがん細胞抑制効果など本当に素晴らしい効能がたくさんあるそうなんですよね。そう、ユウも、ガリガリにそう痩せていた時に、女性ホルモンの分泌が、乱れちゃって、で生理がですね2年ぐらい来なかった時期があったんですよ。そう、20歳前後だったかな。そう、それでなんでだろうとか、その時にすっごい勉強したんですよね。産婦人科の先生に聞いたりだとか、あとは自分でネットで調べたりだとか、いろいろした結果、その中の一つとしてビタミン D 不足だったんですよね。なるほどって思ってそう、ビタミン D にはすごく助けられたのを今でも思いますね薬を使わない治療で花粉症が、治るんだったら今すぐにでも試してみたいですよね。花粉症の方や、いつまでも健康でいたいという方はぜひこの本を手に取って読んでみてください。この動画を見て、お役に立てればいいなと思います。以上、
本の紹介でした。じゃあ終わります。バイバーイ。